でもゲームパスだったらできちゃうんだ。できちゃうんです。そういうこと。ゲームのサブスクリプション、リリース日当日からその新作を遊ぶこともできたり、その内容っていうのも数百本以上にもわたっていて、有名じゃないですか。リアル。お、ゲームがあるんですか。いや、リアルすぎません、ちょっと。アマングアスだよ。メキシコの広大な土地を好き勝手走れるのがすごい。 1,2 秒でホーム画面に到着、カラーバリエーションが豊富なのに加え、オリジナルのデザインでカスタムしてできるんです。年末年始これで決定よね。